こんばんは。7月27日月曜日のニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。中国各地で半年ぶりに営業を再開した映画館の1週間の興行収入は1億元を超えました。サッカーの中国一部リーグ中国スーパーリーグは25日に開幕しました。そして後半はトップハイライトのコーナーです。王毅国務院兼外交部長は中米関係が直面している困難は完全にアメリカによるものだと示しました。外交部の汪文斌報道官は中国の宇宙事業は平和目的のみで行われていると示しました。以上が今日の主な内容です。新型コロナウイルスの影響を受けて休業していた中国各地の映画館はこのほど半年ぶりに営業を再開しました。この1週間の興行収入は合わせて1億元を超えました。統計によりますと、再開初日の今月20日から25日までで興行収入はおよそ1億497万元。また、各地の映画館の営業再開率は初日は 10% ほどでしたが、25日には 43.63% にまで上がりました。1日あたりの興行収入は初日は350万元で、25日になるとおよそ3315万元まで上昇したということです。サッカーの中国一部リーグ中国スーパーリーグの2020シーズンが25日開幕しました。 CSL 中国スーパーリーグは今シーズン2月下旬に始まる予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で5ヶ月遅れの開催となりました。感染予防のため、従来のホーム&アウェー方式ではなく、16チームが2つのグループに分かれ、大連と蘇州の2都市のみで集中的に無観客試合を行うことになっています。選手たちとスタッフは原則としてホテルとスタジアムだけで活動することが義務付けられています。続いてはトップハイライトのコーナーです。王毅国務院兼外交部長はドイツのマース外相とのテレビ会談で、中米関係が直面している困難は完全にアメリカによるものだと述べました。王外交部長は、最近アメリカの一部の反中国勢力はイデオロギー上の対立を煽り、他国に対して中国とアメリカのどちらの肩を持つか選ばせ、アメリカ自身の利益のために中国と対抗するよう働きかけている。しかし、良識と独立精神のある国家はアメリカの仲間になることはないと指摘しました。外交部の汪文斌報道官は、中国の宇宙事業は完全に平和目的のみで行われていると述べました。中国が初の火星探査機天文1号を打ち上げたことについて、外国メディアは、中国が火星探査に乗り出したのは宇宙の主導権争いを強化するためだと報じています。これに対し汪報道官は、事実にそぐわないことで、今回の探査任務は中国の宇宙開発関係者の自力更生、自主革新の結果であり、国際協力の成果でもあると説明しました。今年11月に予定されている第3回中国国際輸入博覧会は、計画通りに上海で対面によるオフライン方式で開催されます。これは第3回輸入博覧会の開幕100日前に合わせて行われた記者会見で明らかにされました。今年、企業展示エリアの面積は36万平方メートルで、前回より6万平方メートル増えました。今回は世界の注目点や業界の流れに合わせて、公衆衛生や疾病予防、省エネ・環境保護、スマート交通、スポーツ用品とスポーツイベントの専門エリアが初めて設けられるということです。中国が自主開発した大型水陸両用機 AG600 が26日、山東省青島付近の海域で初の海上試験飛行を行いました。この飛行機は森林火災の消火や水上救援のために開発されたもので、これまでに2017年に陸上からの試験飛行、
2018年にはダムの貯水池で水上での試験飛行が行われました。森林火災の場合、水を最大で12トン積載でき、一度に4000平方メートル以上の範囲に水をまくことができます。また、水上・海上救援では一度に50人を救助することが可能となります。以上、今日のニュース、星がお伝えしました。